もポケモン特訓中、今部軍曹です。そして初登場、ポケモン大好き、イガチュウです。イエーイ。イガチュウさん、初めまして。初めまして。こんにちは。コロコロコミック1月号なんと100万部発行。イエーイ。なんで100万部なのかというと、もう付録も豪華、記事も豪華、スクープも豪華、特集も豪華ということで、すべて豪華なんですけど、今回つくのがこのじゃん、たまたまセット。たまたまセット。去年大好評だったということで、今年もつくわけですけれども、まあちょっと一瞬ね、ポケモンの付録には見えないかもしれないですけど、これポケモンの付録ですからね。ということで、まあイガチュウさん、はい、なんで来ていただいたかというと、ポケモンをすごく愛してる、こよなく愛してるということで、はい、1年前の、はい、あのたまたまセットを使ってやっていたポケモン、うん、ムーン、ポケモンはそうですね、サン&ムーンですからね、ムーンの時にやっていた録画、はい、プレイ時間999時間59分。何やってんすか。まあ、正確にはあのここまでやった後に、はい、この5倍ぐらいさらにやってるから、そう5000時間ぐらいですかね。まあ、この999時間にたどり着けたのも、はい、1年前のたまたまセットのおかげでした。ああ、なるほどなるほど。ウルトラサンタムもちろんもうやられてますよね。一応両方ともあのウルトラサン、ウルトラムーン両方ともクリアしております。おお、なるほどなるほど、はい、じゃあちょっと片方の方に全部ポケモンとかね、はい、データとか、大事なやつを預けていただいて、ちょっと貸してもらっていいですか。はい、はい、100万部なんで100分でどこまで進めるか、おう、たまたまセットありでどれぐらい進めるか、たまたまセットなしでどれぐらい進めるか、リセットさせていただきます。いや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 、消す必要ないでしょ。新しくそれ用意してくれればいいんだから。いやいやいや、ちょっとごめんなさい、予算の関係でごめんなさい。まあ予算のこと言われたらしょうがない。すいません。あざおすあざおす。ということでですね、200分の実践に移りたいと思いますので、はい、これを消させていただきます。消さないで。ちょっと待って。100分 ×2 頑張ってください。たまたまセットお渡ししますんで、よろしくお願いします。よく見ててくださいね。それでは、100分でウルトラサンムーンどこまで進めるか、挑戦したしてみたいと思います。それでは、100分よーいスタート。まずはたまたまセットなしのバージョンなんで、ちょっとどこまでいけるかね。あっべー、強えな。おお、どうですか。いやー、今残りどうですか。いやー、レベルがね、上がんなくてね、ちょっと苦戦はしてるよね。残り3分か。1時間37分。今どこですか。今ですね、はい、まだハウオリシティを越えて、はいはい、マンタインサーフの、あー、マンタインサーフビーチのところですね。はいはいはい、はい、で、スカルダンが出てくるところ、スカルダン出てきたところ、はいはい、今スカルダンなんとかやっつけて、はい、じゃない、よし、10 9 8、嘘、ちょ7 6、あー、ポケセン、5 4 3 2 1、終了。はいはい、終了。もうちょっとだけで、あとちょっとね。終了。いやいや、綺麗じゃないから、綺麗じゃないから。いや、もう綺麗さ求めてないから。まず、足回りです。こちらレベルが13まで。お、13、はい。上がりました。ゾロワと足回りのこの2匹だけ、この2匹だけが、はい、レベル、まあ、10台。うんうん、まあ、8分やって、うん、ここが限界でした。なるほど。じゃあ、ということで、はい、次、たまたまセット、はい、これを使って、はい、再度、100分。これ使えば多分、こうはいかないと思う。そうですよね、うん、結構、冒険に役立つと僕は聞いているので、どれぐらいやっぱ役に立つのかっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。証明してみましょう。はい、証明してもらいたいと思います。ではですね、2回目の100分チャレンジですが、こちらの、付録のたまたまセットを使ってチャレンジしたいと思います。まずはたまたまセットを使うためには、最初に不思議な贈り物でもらった上でポケモンセンターまでたどり着かないとたまたまセットを受け取ることができないので、まずはポケモンセンターへ向けて、ダッシュで行きたいと思います。よし、頑張るぞ。これでいよいよたまたまセットを受け取ることができますね。不思議な贈り物で受け取って、でたまたまセットをもらいたいと思います。たまたまセットもらってきました。えっしゃい。見てください、こちら幸せ卵と金の玉では、足マリンですね、シア卵を持たせます。
そして金の玉を早速売っちゃおうかな。なんと売ると5000円で引き取られると、お小遣い4万円まで来ましたねこれよっしゃー、ついに島キングの原とのバトルが来るって時に、あ、もう残り時間わずか3分。あれおかしいな、さっきは今の軍曹来たんだけど。岩手さん、あと30秒です。いや、もうちょっとちょっと時間が欲しい。あ、よしよし、いけるいける、突破、負けました突破。そして、あ、今レベル20秒です。またレベル上がった。よし、いけ、ラスト5、15、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。いやー、ちょっと待って、終了です。ちょっとごめんなさい、東野さん、終了です。ちょっとごめんなさい、これ倒させてくださいこれはちょっと倒さないとこれは終われないです。これはよし、勝利。たまたまセットがあった場合となかった場合の、レベルだったり進行具合を比べたいと思います、では岩手さん、はい、そうね、その前にですね、はいはいはい、あの、イマム軍曹なんですけれども、はい、どうやらですね、飯食いに行ったそうなんですよ。え、いや、進行があるので、あの、イガチュウさんのちょっと戦果報告を先にしていただきたいなと思うので、今回のステータス進行具合教えてください。はい、まずですね、先ほどのたまたまセットがなかった時ですが、到達地点は、2番道路のポケモンセンターに到着したところでタイムリミットでした。今回たまたまセットを使って、やった結果ですね、同じ100分の中で、メレメレ島の、まず試練達成、そして島キングの腹を倒すことで大試練も達成して、無事メレメレ島をクリアしました。すごい。ステータスですが、もう、足まりじゃありません、足まりが進化したおしゃまりの姿となって、で、なんとレベル21。これも完全に幸せ卵の力ですね。そしてアゴジムシがレベル14、ニャースがレベル15、ベトベタレベル15、コイルレベル14、スリープレベル14と、まあ、正直さっき一番高かったレベルが足まりの13だったのに対して、もう全員がそのレベルを超えてます。ということでですね、今回ちょっと検証してみた結果、たまたまセットを使わなかった場合と使った場合ではもう段違いの、効果があるということが判明しました。はい、ということで2発分お疲れ様でした。やったー、終わった。てかさ、はい、どこ行ってたの何が2回目の時いなかったじゃん、うん、そうね、うん、どこ行ってたのね、ご飯食べてた感動味わいたかったんだけどな一緒に、はい、じゃあその幸せ卵使った方と使ってない方と比べてみていかがでしたでしょうか。いや、もう断然もう楽々で、うん、ものすごいもうポケモンレベルも上がるし、スイスイ、たまたまセットありがとう、うわ、ありがとうって、たまたまセット様様です。イエーイ、この、はい、たまたまセットが付いているコロコロコミック1月号、はい、ぜひみんなゲットしてください。さらにですね、ポケモンの付録で言うと、はい、たまたまセットだけじゃないんです、この号。お、なんと、そう、なんとアルセウスのガオーレチケットも付いてますし、コロコロはアルセウス祭りと銘打ってまして、はい、この、ガオーレチケットがアルセウス一発目、15日に、はい、12月15日にもう一個コロコロアルセウス祭りの発表があるんで、それもお見逃しなくということで、そして超スクープの載ったポケモン新聞というのがつきますので、そちらもぜひチェックしてください。そして何よりもこのたまたまセット、ぜひみんなゲットして遊んでみてください。ウルトラサンウルトラムーンをスイスイ攻略してください。ということで、はい、またね、バイバイ、よろしくね、よろしく、みんなチャンネル登録よろしくねー。